はシンプルな醤油ラーメンをクーラーガンガンつけて行ってみたいと思います。ですね、できました。この、シンプルな醤油ラーメンを今日は行ってみたいと思います。これをいきます。今日は食い合わせに行きます。シンプルな醤油ラーメンいきます。うまいきます。うまいですね。なんかまさにシンプルなザ醤油ラーメンですよ。うまい。手作りチャーシューが肩ロースですね。うん、たまにいいっすよね、シンプルな巻き中華の醤油ラーメンですよ。じゃあ最後にいきます。リューティルの特集ですね。まだ一周期なのか。今日は日曜日ですけど雨ですね。湿気がすごいっすよ。明日は休みなんでしたっけ。海の日でしたっけ。でも雨らしいっすよね。それが終わると梅雨が明けるみたいな話がどうなんですかね。早く梅雨明けてほしいなと今日この頃ですが。宝塚の話ですね。ライザさんこんにちは。空組、宝塚空組に意味深な動きがあったそうなので共有します。年明けにやる空組公演のニュースが公式ホームページから削除されるという意味深な動きがありました。これはスケジュール変更なのかちょっと謎です。宝塚歌劇団公式ホームページ7月4日付のニュース。宝塚大劇場を東京宝塚、劇場公演2025年1月から4月空組宝塚110年の恋の歌ラズルダズルが削除されているニュースの最終更新日は6月12日公演予定はそのままだが劇団と空組に何かが起きている。公演案内はありますが一覧からも消えてますねっていうのがあって、歌劇7月も発売、メディア出演情報を宝塚歌劇の殿堂特別企画展あやさきさきなの開催、動画配信サブスクサービス宝塚スクエスクタカスクって言うんですか、スクエア、学院募集のお知らせって、あ、オーケストラがね、宝塚がね、何かあったんですか。これは宝塚空組来年消滅とかなんですかね。もしくは今回の何か、今回のでいろん な内部でなんかいろいろ出たんですかね。話がもうやれないとか、それかもう今回ので最後に今年中に退団するっていう人たちがいっぱい出てきたとか、空組が存続できなくなったとか、なんかいろいろあるんですかね。どうなんだろう。兵庫県の県知事がね、パワハラでね、問題になってますけど、あれも結構えぐい話ですよね。あれ維新だからやっぱり またあれなんですかね。なんか万博絡みでいろいろあるんですかね。松本人志さんも万博、吉本が万博のアンバサダー、ダウンタウンがっていうのもあったし、宝塚もそうじゃないですか。そうなるとね、万博反対組っていうんですか、まあリベラル系の人たちからいろいろね、掘り葉掘りされるっていうのもあるんでしょうけど、まあでもそもそもがいろんな問題が含まれてるんだろうなって感じがしますよね。まあ特にこのパワハラ系っていうんですか、そういうのはね厳しいなと思いますよ。まあだから空組はなんかあるんじゃないですかねというところです。